皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日4月になりまして、このような非常に、暖かくそして心地よい日差しを浴びつつ、自宅の庭から、中継をお届けしております。本日はですね、こちらの本ようやっとですね原本が届きまして、もっと稼げる自宅教室の集客制約バイブルということで、こちらの方がいよいよ発売になります。こちらの方の今日は見どころをちょっとお話をしてみたいと思います。実は事前にですね、PDF で、本を読んでいただいた方にご感想をいただいてまして、そちらのご感想を中心にお話をしていきたいと思います。いろいろとこう皆さんそれぞれに感じるところがあるんですけれども、一番ですね、この裏表紙というかこちらの方にも書いてあるんですけれども、クレームにどう対応したらいいのかとか、体験会の制約の時にどういうお声掛けをしたらいいのか、そもそも、入会してもらいやすい集客っていうのはどうやってしていったらいいのかっていう、そういうことが具体的なプロセスに沿って、こちらの方記載されています。ですので読んでいただいて実行していただくとすぐに成果が出る、そういった本になっております。あと前作もそうだったんですけど、後ろの方にですね、こういった形で思考法ですね、マインドの部分のお話も、書いております。成功する人が持っている行動習慣とかですね、このあたりとかもですね非常にこう響くっていうお声もいただいております。とても皆さんからご好評を得ている本、前作の本の、第2弾という形になりますので、前作を読んでない方はぜひご一緒にこの機会に読んでいただければと思います。こちらの方ですね、全国の皆さんの手に届くように私も、セミナー出版記念パーティー、これからですね精力的に全国を動いておきますので、そちらの方でもまた皆さんとお会いできればと思っています。それでは。